みのくりチャンネル。さあ、新年明けましておめでとうございます。今年もみのくりチャンネルご視聴よろしくお願いします。そしてよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。さあ、今日何を紹介するかと言いますとですね、以前12月の、中旬ぐらいに、スノーピークのラウンジシェルオールインワン、これをね、初めてスノーピークのヘッドクォーターキャンプフィールドで、試したんですけど、まあそもそもシェルターなんで本当はそこで寝るところではないわけですよね。ただちょっとそこで寝れるかどうかを試してみたら、まあ2度ぐらい、外気温が2度ぐらいなんですけども、結果要はそのシェルター内は、ラウンジシェル内はプラス2度とかそんなぐらい、多空度を焚いてもなんで本当に寒かったんですね。で、まあ耐えられる寒さだったんですけど、ちょっと夜寝るのがちょっと寝袋の問題もあってすごい寒かった。で、あとはラウンジシェルの中でその、まあご飯食べたりね、まあお座敷スタイルですので、まあ、冬でもまあね、お座敷スタイル。そうすると何が辛かったかっていうとね、足が寒かった。で、フットウォーマー、これが必要だなという話をしておりまして、で今日は、そのフットウォーマーを買ってきました。ね、ネットで2000円とかそのぐらい、なんかモコモコした本当部屋用のやつが売ってて、それもあったかそうだったんですけど、たまたまちょっとモンベルに寄ったらですね、あったんですよ、いいのが、ちょうどいいのがあったんです。はい、で一応なんかね、駐車場代がちょっと足りなかったんで、モンベルの一応カラピナと笛、これもね、これもちょっと買ってみました。なんか役に立つんじゃないかなというね、これはまあ駐車場対策、それとですね、買ったのがこれです。はい、じゃじゃん、モンベルの、ベーシックダウンフットウォーマー、ガンメタル L サイズ26センチから28センチ用ということで、見てみますとですね、要はダウンの、フットウォーマーということです。はい、ダウンです。これね、どうです、これ皆さん、ちょっとあったかそうでしょこれね。で、足の裏にはちょっとこういう滑り止め軽くついてますが、まあダウンです。はい、これでちょっと次ラウンジシェルで、お座敷スタイルでもこれだったら足が寒くないんじゃないか、またひょっとすると寝袋で寝る時もこれ履いたまま入っちゃってもいいんじゃないかなと。結構足元が寒かったんで、まあその今寝袋をどのレベルの寝袋を買った方がいいのかっていうのも、その値段と、それからね、コンフォート温度、極限温度、加減温度とかいろいろ見ながら、限界温度とかね、ちょっと考えてるところなんですけど、でもまあまあもし足元が寒くてもこれ履いてたらいいんじゃないかなと、思います。さあ、では実際に、履いてみたいと思います。こういう収納の袋もね、ついております。で、こう冷気が入らないようにこうゴムもねついてるという形です。で、後ろ側にここモンベルというタグもついてます。多分どちらでも、はい、このように履いてですね、あ、これが閉まるな、よく、あ、いい感じだ、わ、あったけー、あったけー、あったけー、お、ふか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 、これはね、ちょっとこうベタベタするのはね、滑り止めがついてるからということです。あ、やばい、これ本当にあったかい、おお、わ、最高です。これどうですかこれ、わ、もうなんか汗かいてきました。そのぐらい足元あったまるとやっぱすごいな。だから次のラウンジシェルの中ではこれ履きます。値段は、5800円税抜きですから、6000円でお釣りが来る感じですかね。はい、そういうことです。
これしまってみようか。これを、あ、そう。で、これ、あ、絞れるから、ね、足調節できるんだよね。ちょっとまとめてみようか。横を履いて、これを絞れるわけね。あ、そうすると、余計、冷気が入んないのかな、これ。はい。さあ、で、これを、畳みますよ。どう畳めばいいのかな。こうかな。こうかな。うん。わ、ダウンだからやっぱちっこくなりますわ。はい。で、このぐらいに折って入れてみますか。この。あ、簡単にちっちゃくなる。やっぱこれダウンのいいところ。ダウンってね、これちっちゃくなっても戻った時にすぐ戻るんでしょ。うん、形が崩れないっていう。これがいいですね。はい。ということで、こんなちっちゃくなりました。モンベルのベーシックダウンフットウォーマー、ガンメタル。色はね、3色ぐらいあったかな。黄色と青と、ガンメタルっていうのがあったと思います。はい。こんなちっちゃくなりました。で、出しますか。出しますと、これはいい。あ、これはいい。やっぱダウンの、こっち買ってよかった。いいの見つけた。これはね、モンベルのお店で、偶然見つけて買いました。はい、こんな形ですということで、今日はモンベルのベーシックダウンフットウォーマー、ダウンのフットウォーマーを紹介させていただきました。今日もご視聴ありがとうございます。よろしければコメント、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、みのくりチャンネルでした。みのくりチャンネル。